稲葉です。ということでね、生サーモンと新物ウニとイクラフェア9月16日からやってるんですけどね、そちらのサイドメニューを紹介していきたいと思っております。早速メニューシートいきましょう。こちらですと、ドン、来ました。濃厚味噌バターコーンラーメン、濃厚な味噌とバターのコク。そしてこちら、かき揚げうどん、ん、北海道産星スルメイカの天ぷら、気になりますよね。カレーコロッケがあって、ビームスさんとのコラボ商品に感動の丼。ランチから新しく変わった、平日限定で17時まで、500円で海鮮丼とか天丼が食べれたら嬉しいですね。そうですね、あと特上なども今も食べれるっていうのが嬉しいところですよね。そしてこちら、マネケンベリーチーズバッフロー、くら寿司限定の。マネケンさんとコラボすごいですね、うん、ワッフルでよく駅とかで並んでるやつやね。そうです、そうです、匂、うん、いがね、やばいよ ね、 あのお腹空いてる時たまんないんですよね。いやいや、食べたいよ私も。おー、来た、クラロワイル、国産ぶどう2種のパフェ、ぶどうゼリー、種なしぶどう、シャインマスカット、バニラアイス、ブルーベリーソース、ホイップ、マスカルポーネ。すごいな、この層、これはちょっとやばいですね。そしてふわゆきね、宇治抹茶味、あと揚げもなか、揚げもなか、もなかを揚げてるんですか、これは。そうやろな、気になりますね、うん、気になるね。そしてパインマンゴーミルク、きなこおはぎ、この中からおすすめのサイドメニュー紹介していきたいと思います。一品目、濃厚味噌バターコーンラーメン。味噌ラーメンやね、嬉しいな。北海道ですね。いや、北海道やで、ね、もうまさに。ニンニク、おろし、入れていいですか。はい、バターが溶けてきてる。うん、やっぱバターが入ってるから濃厚さを増してるって感じ。この季節にぴったりの味噌ラーメンかなと思います。うん、非常に美味しいです。続いて2品目の商品です。ベリーチーズワッフル、マネケンさんのくら寿司限定商品ですね。これまず見た目ね、めちゃくちゃ映えてますよね。ベリーのね、乗ってるこのクリームチーズとこのワッフル、うん、蜂蜜がけ、このワッフルに蜂蜜のこの甘さとかもじゅわーって染み込んでて、ちょっとこのワッフルを柔らかくして、で食べやすくしつつ甘さとのこのバランスみたいな、クリームチーズにちょっとその甘さを抑えめな酸味のあるこのベリーとの相性っていうのがたまらない、うまいぞ。3品目はこちらです。揚げもなか、揚げたてのもなか、うわー、小豆もなか、うまっ。アイスともなかでアイスもなか、冷たくま、この熱いもなかとの相性っていうのは半端ないね。きな粉がかかってて、蜜もかかってるんで、疲れた体になんか優しい味、手頃な食後のデザートとしていいんじゃないかな。今回は生サーモンと新物ウニとイクラフェアの中のこのサイドメニュー3つ紹介させていただきました。気になった商品をぜひ食べてみてください。ではまたよろしくお願いします。ありがとうございました。